魔人ブー内閣がね、成立して、で、えー、少しは日本が変わると期待してたね、えー、ブー信者ですね。お気の毒様という感じですよね、うん。まあ今日もね、インスタにちょっと上げといたんですけれども、もうとにかく石場が、あの、自分が今までね、総理になる前に散々言ってたことと、総理になった後に言ってることが全然違うんですよ。えー、裏金議員は許さないとかやってたはずなのに、 え、裏金議員の、この国民感情がですね、一気にこう、反発に向かってきたっていうのをね、こう、世論調査の結果からね、こう、理解し始めてですね。で、裏金議員でも調査にね、協力しなかったやつとかね、額が大きいやつについては、えー、公認しないってやり始めたんですね。まあでも自民党のことですからね、公認しないだけで、あの、例えばそこにね、候補者を置くってことはしないでしょうね。やりゃあね、それは本物ですよ。 やりゃそれは本物だけれども、やれないですよね。この件でもわかるんですけれども、あの自民党をね、変えようがないんだっていうですね、これ別に魔人ブーだから変わらないって言ってるわけじゃなくて、カバコでも同じだって言ってるんですよ。カバコが仮に総裁になって、総理になったとしますよね。同じ問題が起きますからね。というか、カバコ自身が裏金議員ですから <laughs> カ、カバコ自身が裏金議員なんだから、 あんたどうしようもないでしょっていう。で、これを批判している野党の方も、思いっきり批判してたね。あの、令和鎮遷組の幹事長ですかね。これがあの、NHK かなんかのね。あんた番組で、あの、裏金なんていうのは犯罪行為にだーって言ってね、散々批判してたんですよ。おおと思って見てたら、お前のところの大石っていうね、令和鎮遷組の議員、女議員がですね、実はあの、裏金やっていたっていうね。で、その本人は、いや、これ裏金ではありません。え、不記載ですって言ってるんですね。 それは自民党と同じ言い訳じゃねえかっていうですね。いや、だからね、要は与党も野党も同じなんですよ。与党も野党も同じように裏金やってるっていうね。まあ、裏金って言うからおかしいね。これ脱税ですからね。脱税をやってるんですよ。いや、もう本当に世も末でしょうに、ね。みんなやってるんです。みんなで渡ればね、怖くないじゃないけれどもね。そんな感じになってるでしょ